イボゴはニジェールコンゴ古族の言語。ナイジェリア連邦共和国南東部のイボニーを中心に約1800万人が使っている。イボゴは成長言語であり、ラテン文字表記を用いる。イボゴはジョン・オールド・スミスによる当時の音韻論の研究対象として扱われた。イボゴには多くの方言があり、必ずしも相互に通じるわけではない。イデミル方言のほかオエリ、グは、 ウムアヒア、ネウィ、オニジャ、アウカ、アブリバ、アロチュク、ムスカ、ムバイセ、オハフィア、ワワ、オキグワなどの30の方言がある。オーエリとウムアヒアを含んだ当時の中央イボ県の方言をまとめたものが1939年にアイダシーウォードにより中央イボ語として提案され、その地で学校、作家、出版社などに広く受け入れられた。 1972年には、中央イボ語を帝国主義者の道具と見た、民族主義者により構成された、イボ言語文化促進協会が、中央イボ語をより他の方言と統合され、借用語も含んだ、標準イボ語とするための標準会委員会を立ち上げた。方言の多様さから聖書法を決める合意はとても困難だった。1962年に定められた原稿のおぬう、 聖書法はレプシュースによる初期法と国際アフリカ学会による聖書法の接中である。1999年にチヌアチェベは標準イボ語やその原型となったものはイボ語の豊かさへの植民地主義的あるいは保守的抑圧であると急断した。それを冷笑するために彼は聴衆の半数以上が聞き取れない鬼茶方言でそれを演説した。ありがとうございます。